Join Nintendo Hall with a tier 1 sub, 2 or 3, for exclusive videos, badges and more. What are you waiting for? Click on that button.チェガー。それは人間族が魔法を使えるようになる奇跡の鉱石。多くの学者がチェガーを研究し、新しい力、魔法が生まれた。魔法は技術を発展させ、チェガーは人間族の生活に新しい力を生み出した。しかしその裏で一つの罪も生み出してしまった。魔法という強大な力は互いに傷つける道具となり、共に歩んできたはずの人間族同士で多くの争いが生まれた。東の大陸に位置する魔法研究大国ゲルマ。ゲルマは世界中から優秀な研究員を集め、最高の研究集団を作り上げた。ゲルマの秘密研究集団イーチュ。ゲルマに逆らう国はイーチュが研究する強大な魔法で支配されてしまう。イーチュは世界の脅威となり、大陸中から監視される立場になっていた。しかしゲルマはその思惑を逆手に取り、イーチュのメンバーを隣国リアーナへ集め、秘密裏に研究を進めていた。今まさにリアーナを起点にゲルマの宣戦布告が始まろうとしている。ため息一つ、まるで世界の愚かさを全て知っているかのように地上を見下ろす少女。彼女の名前はジズー・オリンピア。そして魔の力を管理する神、皆はそれを魔人と呼ぶ。魔人はゲルマの願いを断つためリアーナへと足を運ぶところからこの物語は始まる。
よ。ああ、空いてたから勝手に入っていいのかなーって。いいわけないでしょ。さっさ、いや、客人をそんな風に存在に扱うとは、研究者としてどうなのかな。客人って別に招いてないから。警備をしている研究員たちは何をしてたのよ。なんかいっぱいいたね。邪魔するから倒しておいたよ。ひどい、こんなにひどい人見たことないんだけど。で、その研究を仕切っているのがあなたってことね。何よ、文句でもあるわけ。あ、今小さいくせに声はでかいなとか思ったでしょ。ちょっと思った。あー、ムカつく。邪魔よ邪魔。なんなら無理やり追い出すわよ。あ、今小さいくせに態度はでかいなとか思ったでしょ。すごく思った。もう許さない。ここから追い出すしかないわね。勝手に話が進んでいってるような。Yeah!
ままじゃ終わらせない。までにいろいろ罠を仕掛けたつもりだったけど、賊がたどり着けるとはこれまた予想外。賊とか言われてしまった。初対面なのに。で、わしに何か用かな？あなた、ゲルマの研究員でしょ？何のために研究してるの？情報屋か何かかな。ただじゃあ教えられないな。それなりの情報と交換というなら。へえ、特に情報を持ってないからここに来たのに。人からただで物をもらおうなんてダメでしょ。じゃあ勝負して勝ったらただで教えてよ。わしのことを知っているのかと思えばそうでもないのかな。何？あなたなんかすごい人なの？すごいのかな。どうだろう。でも勝負でよければしてあげよう。お主が勝つようなら好きにするがいい。
タダで情報をくれるってことね。君がタダでは済まないと思うんだけどね。仕方ない、わしが教育してやるとしよう。ふむふむ、それかかってきな。ふむふむ、それかかってきな。ふむふむ、仕方ない、わしが教育してやるとしよう。スピード、ふむふむ、それガバキの敵だ。ハイパーダークアーム、かかってきな。ふむふむ、それかかってきな。ふむふむ、それかかってきな。ふむふむ、それかかってきな。ちょっ、それふむふむ、それかかってきな。それふむふむ、それ少しは楽しませてくれるね。こいつはどうかな。ファイナルショット、あげる。かかってきな。仕方ない、わしが教育してやるとしよう。ガバキの敵だ。ハイパーダークワーム、ふむふむ、それかかってきな。ふむふむ、それかかってきな。ふむふむ、それそれふむふむ、それかかってきな。少しは楽しませてくれるね。こいつはどうかな。ファイナルショット、あげい。それふむふむ、それかかってきな。それふむふむ、それ少しは楽しませてくれるね。こいつはどうかな。ファイナルショット、あげい。かかってきな。それったく面白くない。ライナー